皆さんどうも、スラヤロです。唐突ですが皆さん、タイムオーバーのはご存知ですか？たとえ知らなくてもこのセリフは知ってる方多いんじゃないでしょうか？今のはメラゾーマではない？メラだ、っていうやつな。そのシーンは本当に有名ですし名シーンですよね。それを今回ジョーカーさんでやってみようっていう動画です。なるほどな。それじゃあ行くぞ。まずは1日1回挑戦できるイベントバトルに勝利して、コラボチケットを1日1枚手に入れるんですが、そこはどうでも良いと思うので省略させていただきます。それはそうだなって。そのコラボバトル3日目にバーンが出てくるので、それに勝利すればバーンが仲間になるというわけです。バーンを仲間にするのが大前提だもんなこれ。じゃあ仲間にするためコラボバトル挑戦していきましょう。1日目はキルバーンみたいですね。肩にいる1つ目ピエロ可愛いな。大の大冒険全部読んでるんですけどキルバーン好きなんですよね。魔王軍の中でも一番不気味な感じが好き。あ、言い忘れてましたけど今アニメも放送しているのでネタバレコメントは軽くさせる程度でも非表示にさせていただきます。他の視聴者さんがネタバレ食らうと気の毒すぎるしな。戦闘自体は合体4枠像まで瞬殺だと思います。ファントムレイザーは物理攻撃したら即死するっていう意味のわからない呪文か大義ですね。うっよ、正直ここはそんなに重要でもないのでダイジェストで楽勝でしたね。ヒットポイント相当ギリギリだったけどな。勝てればいいんです。全然本気出してなさそうな感じですね。勝つと分身がもらえるのでバーンもこんな感じで倒します。さすがに本人が仲間になるわけではないか。世界観壊れちゃいます。この調子でミストバーンも倒しちゃいましょ。バーンは3回目ですからね。こいつら全員名前にバーンがあるからややこしいな。言われてみれば確かに関係ないですがドラクエ4のコロシアム BGM めっちゃ好きだから戦闘 BGM も聖火しかにして欲しかった感あります。ミストバーンくんも申し訳ないけどカットで。合体が強すぎるんですよねこのゲーム。1000個へのダメージがデフォみたいになってるしな。そしてついにバーンの登場です。やっと出てきたか。バーン様がいないとメラダができませんからね。それじゃあやっていきましょう。大魔王バーン戦です。バーンはどのぐらい強いんだろうな。さすがに大魔王ですし相当強いんじゃないでしょうか。ちゃんと技も固有のもの使ってくるんですよね。原作にはないメラガイアーとか使ってきましたけど、こちらもネドロワで対抗しましょう。あれ？暴走しても点とか出したい勢でもあるんですかね。魔王だしそれぐらいあってもおかしくないな。暴走してないけど1、6倍ネドロワどうよ。やっぱり耐性がすごいですねこれ。それでも数千ダメージ与えられてるから良いんですけども、ヒットポイントはギリギリですがなんとか倒せました。そこそこ強かったな。バーンも倒されたくせに全然平気そうな顔してますね。全く本気を出してなかったんだろうな。何はともあれこれで大魔王バーンゲットです。まずは適当な感じで育成してみました。下3つのスキルは何の意味もないです。適当すぎる。それじゃそこらのスライムにメラをぶちかましてやりましょう。まず普通にメラなんてしても300とかしか入らないのでテンションやインテをかけていきます。メラだけで300ぐらい出るのもおかしいんだけどな。インテに買いがけとテンション100にしました。これで今の状態が最強でしょう。この状態で合体してダメージ限界を引き上げます。確か3枠以下はダメージ上限999なんだっけか。そうですね。聖天の霧を使うと上限はなくなりますが今回は用意してなかったのでスモールボディだから選定されてます。さあメラゾーマ9のメラ出るか。いやメラガイア9でくさ。強いっちゃ強いんですけどなんか物足りませんね。これで物足りないってどういうことだよ。一応もう1回だけやってみましょう。乱数でちょっとは強くなったけどそこまで変わりませんね。もう少し強くしたいんですけどどうしましょう。これ以上はどうすればいいのかわからんぞ。とりあえずメラ系のコツ、メラブレイク、呪文会心で安いをつけてきました。もう盛りすぎてそれ実質盛り盛りスライムじゃん。いやちょっと何言ってるかわかんないですけども、おまけにもともとついてる聖剣っていう呪文の威力が上がるのもあります。まあ実はさっきから呪文会心で安い以外はつけてたんですけど、なんでだよ、説明を忘れてました。要するに今回は呪文会心を狙っていこうというわけです。さすがに暴走メラだととんでもない火力が出そうだな。出ないか。もう一回ため直してきました。今度こそ暴走メラの威力が見れるか。さあ、魔力の暴走。3424、これは強い。じゃあこれであのシーンの再現は完了か。いやここまで来ると限界が気になってきました。一つ思いついてることがあるのでそれもやってみます。あのメラの威力を見てプリズニャンついてきたぞ。さっきのは間違いなく大魔王でしたから、モンスターが大魔王についてくるのは当然です。で、思いついたことってのはこのトレーニングバトルです。まずはバーンのステータスを確認します。その後棄権します。いや全くわけわからんけど、実は賢さギャンブルっていう特性もつけてきたんですよ。賢さが 0.5 倍から 1.5 倍からランダムで決まるという、その名の通りギャンブルな特性ですね。だから賢さが上振れるまでリセマラするわけか。まあ絶対勝てるランブルですね、はい。結構やってるんでそろそろいい感じのステータス来ないですかね。微妙ですが続けてみます。結局トレーニングバトルでやる理由分かってないしな。まずはさっきと同じでインテしてテンション貯めます。
これもクッソ関係ないけどベイラめっちゃ可愛いですよね。まさか可愛いからってだけで相手に採用したのか。いやいやそんなまさか。テンションを貯め終わりました。場合のステータスを確認して狙うっちゃいましょう。完璧だなって。このトレーニングバトルで狙ってた作戦ですが、まず一つ目は失敗してますね。は？スライムにステムをしてもらう予定でした。あーなるほどな。それで余ダメージを上げようとしてたのか。やってくれる時もあったんですけどね。で、もう一つの作戦がこのミラです。 AI 3回行動かつ行動早いの奴らにミラをたくさん打ってもらい、非属性の倍率を上げていこうって作戦です。あー、だから行動早い持ちのベイラが選ばれたんだな。そういうわけです。別に超行動早いにした理由はないので、ベイラは趣味で選びました。結局そういう話じゃねえか。この倍率って1枠だと1.5 までしか行かないんですよね。だからキラーパンサー君は1回行動で良かったです。さあ池田今を最強のメラ。え、なんか弱くね。あれどういうことなんだこれ。特にミスとかはしてないと思うんだけど。ああ。そういえば対人戦とストーリーとかの対戦はテンションの倍率が違うんでした。ガバガバじゃねえか。テンション最大だとストーリーは7倍、対人戦だと3倍ですね。約 2.3 倍か。5000ぐらいは出る予定だったんだな。クソ。最後の最後にこれだけやって終わります。これでダメならもう終わりですね。まだ諦めてなかったのか。これは今までと全く違う作戦ですから、ちょっとはいい感じになってくれるのを願います。てかこれは何をしてるんだ？毒沼でヒットポイントをギリギリまで減らしてます。ヒットポイントを減らすことで攻撃の威力が上がる特性。皆さんも大分かりなんじゃないでしょうか。散々ストーリーでお世話になったメガボディ。だな。大正解です。ヒットポイントを減らした状態でテンション100にしました。これでメラをすればとんでもない威力が出るでしょう。4枠とどれぐらい威力に差が出るのか。は？ 345、どういうことだ？あ、シンプルに聖典の切り使い忘れてました。おい、999以外にも技ごとに最大ダメージ上限があるんですよね。爆裂剣とかアイアンゲイザーの200とかもそうです。結構リセマラしていい数値聞きました。元が2000だからほぼ 1.5 倍だな。このチャンスはさすがにものにしたいところ。しっかり聖典の切りも巻いていきますよ。上の距離に余計なことを、メガボディの倍率下がっちゃいます。よしこれで準備オッケー。最後の挑戦で3424ダメージを超えられるか。これだけやったんですから超えてもらわないと困ります。よし魔力の暴走、5131ダメージ。今のはメラゾーマではない、メラだ。これだけ出せれば私はもう満足です。間違いなくそこらのメラゾーマより強かったな。まあ正直な話これよりもダメージ出す方法はいくらでもあると思います。私にはこれが限界だったので、こうすると9999出るよとかコメントくれたり、実際にやってもらって皆さんも画像でも投稿してみてくださいね。それじゃあそろそろ動画も終わるか。そうだね。皆さん今回はここまでのご視聴ありがとうございました。ロードジョーカー3のストーリーを縛りプレイで攻略してて、次回から裏ストーリーも始まるのでそっちもよろしくね。それじゃあバイバイ。